郷さん、はい、この間ん買いました。あのこれ全然開封してなかったんですけど何買ったか覚えてますか？何買ったかって、部屋着、パジャマ、なんか思い出しました。はい、思い出しました。じゃーん、じゃーん、これの、はい、上下、上下長ズボンです。長ズボンでーす。かわいい。かわいいでしょ。はい、これで M サイズ。次はじゃーん、テロンテロン、テロンテロン、これも上下です。これで前が短くて後ろが長い、しましまです。これも上下です。おー、気持ちがいい。はい、いいでしょう。全部 M です。あ、ちょっと足かい、ちょっと待って、足かい、あ、かかと、あ、かい。これもテロンテロン、さっきのあの一緒で前が短くてちょっと後ろが長いやつ。はい、色違いですね。そうです、気持ちいいですよ、テロンテロンね。これ座ってごらん。しっとりしてますね。ね、いいでしょう。はい、これもこういうやつです。一緒です。パーツ、はい、同じタイプの、ちょっとデザ、あの模様が違うっていうか、楽ですよ。膝っこ動画でないやつ。そうですね、膝っこ動画でないやつ。ゆったりですね。そう、いいですね。うん、かわいいね。そういう部屋着にするんですか？そうです、ね、あ、これはパジャマになるのかな。あとこれね、買ったね、これ。これは下着とか旅に行くときに出て行ける。ここに一個ポッケあって、はいはい、ここにも袋が入ってて、この中にも入れられる。うん、で、これとは別に今これくっついちゃってるんだけど、取れるんだけど今新しいから。はいで、ここにも入れて、はい、入れて、こうやって、はい、ピンクと黄色で、ふふーふふー、かわいいです。かわいいですね。はい、キッドブルーです。キッドブルー、はい、好きですか？好きです。これはちょっとな、お世話かけてもらいましょう。すっごい肌触りがいいの。もうとにかく肌触りだよね。いいやつじゃないですか。いいやつですね。はい、シルクです。可愛いですね。肌触り良さそうですね。うん、もうそういうものしか買いませんので、はい、
それで部屋着とかも、はい、もう捨てていかなきゃいけないの で, そうです、ね、だからたくさん買いました。カシウェアもいいよ、カシウェアいいよ、ね、うん、でもこういう寝巻きとかさ、部屋着とかさ、家の中のさ、きっと古いよね、ちょっと高いけどね、そうですね、いいものだからね、まあしょうがない、ここは一つバラしていただいて、してくださいよ今日、うん、まだいいよ、もったいないもん、一つ来てくださいよ、見たいですよ、ね、もったいないもん、面白いよこれ、はい、しょうがないな、切れそうですか、切ようと思えば切れるけど、すっげえ顔しちゃった多分。そんだけ気があってもリクエスト入ったら傷しかないじゃん。ちょっと来てくるからさ、はい、待ってて、はい、よいしょよいしょよいしょ、ここで着替えてもいいけど、あ、はい、すいません。いいじゃないですか。どうですか、着心地は。すんごい気持ちいい。サラサラ。ズボン。ズボン、こんなに見える？はいはいはい。楽ちん。すっごい楽ちん。来てください、いろいろ、はい、そうします、はい、じゃあ今日はありがとうございました、やっと開封できました、そのまましてたらきっと半年ぐらい、もったいないから本当にやめましょう、そういうのは、すいません。